大家好，大家好，我是卤肉饭的卤，芝麻的芝，善良的善，卤芝善。안녕하세요，지선입니다。这是什么？这是什么？我的那个伴奏歌吗？好，okay. 大家好。我叫中山，我是从日本来的留学生，现在我在台湾念书。今天呢，我们做什么？买了很多饼干，可是都是台湾的。台湾买的。嗯。我。还有都是台湾的牌子。哦。Choco Puff， 这个超好吃。还有听说这个是乖乖你们小时候台湾人小时候常常吃的是吗？OK， 所以今天我们吃吃看这样的台湾的饼干，台湾的东西。嗯 ，Let's start。啊。OK， 先吃什么？先吃，你想吃什么呢？啊，这个。这乖乖，看看。Oyster， 台湾 is oyster omelette flavor。这是台湾非常有名的蚵仔煎。嗯。蚵仔煎的味道的。我们先吃干吧。好。よし。今からこのオイスターオムレツのこのなんだっけポテトチップスを食べてみたいと思います。ん？怎么了？没有啊。有味道啊。没有。こんな感じで巻き巻きでいただきます。没有。很好哎。啊，おいしい。でも有オイスターの味道吗？我觉得没有，没有，没有那个味道。没有蚵仔煎的味道，可是还好哎。おいしい、おいしい。牡蠣のやつ、あんまり牡蠣の味はしないんですけど、普通においしい。あ、でも最後に少し牡蠣っぽいけど。あ、これおいしい。でもなんか。オイスターオムレツっていうかどっちかっていうと海苔っぽい味がします。下次是这个一定要吃。一定要吃这什么意思呢？用日文介绍吧。絶対食べるべき。あ、一定要吃。食べるべき。食べるべきがなんか中文。食べるべきっていう中国語です。应该好辣吧。いや、はい。花出るせ。お、いごまにもご、いごまにもごぼんねんせん。これめっちゃ美味しそう。还有我以前我好像吃过的感觉。美味しそうこれは。いただきます。不太辣。赤い。あ、没有よ。没有辣吧。啊，没有。在日本也有这样的。哦，我啊，韩国也是。なんか日本で見たことある。これなんて言うんですか、こういうの。ポタポタ焼きじゃなくて、こういうおかき。え、美味しい。これ美味しい。うん。じゃあ、这个比较好吃。嗯。一二。はい。うん。这个吗？トマト。パンチェだ。トマト。我帮你开，我帮你开。哎，慢的，難しいね。啊，開いた開いた。お、トマトだ。トマト、本チーだ。いただきます。トマトポテト。これ美味しそうだけどな。ん？中が空洞になってる。中が空洞。トマトケチャップ。うん、トマトケチャップ。美味しい美味しい。トマトケチャップ。あ、これ美味しい。うん。美味しいです。中が空洞になってるので、なんか食べ応えが食感が面白い。じゃあ次、ちょっと甘いの、甜甜の。じゃあおめんつーば。どうもマシそよ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 。あ。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。很好吃。OK。OK。おお、もういい匂い。うわあ、すごい。これあのチョコレートが中に入ってるやつ。
で、これ中いっぱい入ってます。これです。いただきます。どうぞ。美味しいわ。どうも混ぜた。あー美味しい。もうこれナンバーワンだわ。うん、ナンバーワン。ナンバーワン。シュークリームみたいなやつで、すごい美味しい。中はサクサクで、うん、チョコレートも美味しい。小さな泡って書いてあるやつです。これです。めっちゃ美味しいです。じゃあ次。あーやばそう。ベジタブルクラッカー。应该这个很好吃，因为我一看就觉得哦，应该很好吃，所以我 get。ベジタブルポテト。これもポテト系ですね。うん、ちょっと食べてみたいと思います。差不多吗？差不多一样。すごく似てます。これと最初に食べたこのおやつと。What？这味道很重。哦，味が似てるけど。这一半的。这个比较好。out。不用不用。これあんまり好きじゃない。嗯。Sorry。I don't like it。我也是不太喜欢。那 change。次、乖乖。これあのここに文字が書けて、日本でいうキットカットみたいな感じで売られてます。何かこう。受験とかそういう時にこれに合格祈願とか書いて、うん、な感じで。じゃあ開けようか。クー東山。開けそう。好、给你。谢谢。这样的。ここにこうやって書いて渡すんです。中山くんにどうぞ。うん。吃过吗？嗯。あ、そう。我没吃过。食べて前美味しかったと思ったけど、匂いが強い。お。这什么？み、俺違う色食べたもん。很多种类吧。嗯。怎么样？没有味道。嗯。すごい味が薄い。我也不太喜欢。这个好吃，本当にトマトのやつが好き。うん。これは次、結構有名な会社。このこれ作ってる会社と同じだ。アイメイっていう会社のこのブランド、うん、多分美味しいと思います。シーウィードソーダクラッカー。海苔、海苔、海苔クラッカー。一般的味道也有，可是我觉得诶应该比较特别，所以我买了。应该好吃。食べよう。派派的味道都好吃哦。一个一个。あ、一個、うん、一つでシェアします。いきます。海苔入れなくていいでしょう。少ない少ない。あ、少ないじゃん。あのこの写真ほどたくさんは入ってないです。いただきます。健康的感觉。ああ、この中で一番健康的な。あの日本でよく売ってるリップレミアムかな、リッツのプレミアムの海苔がついてるバージョン。あ、美味しい美味しい。うん。うん、ビール飲むときに合いそうこれ。じゃああと2つ。これ美味しいよ。これ絶対美味しい。香辣風味。香辣風味。じゃあこれいただきます。これベビースター固めたやつみたいなやつです。加油。開かない。よし。こんな感じです。これは美味しいわ。いただきます。うん、美味しい。うん、好吃。マシスターや。あ、これ美味しいよ。美味しい。真的ラーメンの味道。うん、よし、じゃあラスト。あー好可愛よ。これはポッキーみたいな感じかな。うん、ああ絶対美味しいわこれ。これ絶対美味しい。いただきます。うん、いちごが中に入ってるペーストが美味しい。 OK。 じゃああの1番から、日本人とハンゴーレン韓国の友達が食べて順位をつけていきたいと思います。ドラムロール。1位、あ、違う、逆。最不好吃的。没有。
9個今日台湾のもの食べました。じゃあ9位から発表して、あんまり美味しくなかった9、8、7位を紹介していきます。介紹 worst 9、8、7。はい、一番まずかったやつ、ドロロ